衝撃の告白、平野紫耀が明かす、過去の苦悩と克服の物語、平野紫耀の輝かしい活躍、コミュニティへの影響と社会的変化。平野さんはただルックスやダンス、歌唱力だけでなく、その魅力は正確にもある。彼は絶対的な存在でありながらも、決して気取った態度を取ることはない。常に周囲を気遣い、ユーモアを交えてみんなを笑顔にする。彼の人柄は同性からも好意を持たれ、 見るうちに彼を応援したくなる魅力がある。かつての事務所では、彼がジュリー氏に疎まれていたのか、その人気に反して活躍の場が与えられなかったようだ。しかし、移籍してからは彼の魅力がより輝きを放っている。彼自身も今の方がかっこいいと感じているという。一部の人は、旧事務所が彼を活かせなかった原因は、事務所の規模ではなく、トップの器が小さかったからだと指摘している。彼は歌とダンスで世界に挑戦したかったが、 そのためにはストイックな努力が必要だった。今の彼は本当に自分の好きなことをして幸せそうだ。彼の人気は絶大であり、グループであるナンバー、愛も大切にしているが、彼の個人的な魅力は語り知れない。彼の活躍はますますグローバルに広がっていくだろう。彼が出演するコマーシャルやイベントは、経済効果も非常に大きいと考えられる。彼のファンになった人は、 彼の活躍を支持し、彼の広告を家庭に取り入れることさえある。ただ、彼がソロでここまで輝けたのは、神宮寺雄太と岸優太がいてくれたからだと指摘されることもある。彼らがいることで、彼の魅力がより際立つのだ。彼は確かにカリスマ的存在であり、その魅力は年齢や性別を問わず幅広いファンを引きつける。彼の隣には、彼の魅力を支える二人のメンバーがいることが、ファンにはよく理解されている。 彼は困難を乗り越え、より輝いている。彼のダンスパフォーマンスには、彼と共に踊る神宮寺くんと岸くんの存在が欠かせない。彼らの絆と努力に触れると、ファンは元気をもらえる。芸能界における輝かしい成功の影には、単なる才能だけでなく、人格や人間性の影響も大きいことがあります。平野紫耀さんは、その誰もが認めるルックスやダンスの技術だけでなく、優れた人柄でも注目を集めています。 彼の親しみやすさや謙虚さは、ファンだけでなく同僚や視聴者にも大きな好感を持たれています。以前の事務所での活動が思うように展開しなかったことから、平野さんが移籍したことで新たな可能性が明けました。彼の魅力はジャンルを超えて広がり、ドラマやバラエティ番組、そして広告など、多岐にわたる活動でファンを魅了しています。彼の成功は単なる個人のものではなく、 その所属グループやコミュニティ全体にもポジティブな影響を与えています。平野潮さんはグループでの活動だけでなくソロとしても注目を集めています。しかしながら、その活躍の裏には仲間たちやスタッフのサポートが欠かせません。彼の輝きは単なる個人の成功だけでなく、チームワークや協力の結果として生まれています。 彼の人気が衰えることなく、むしろますます拡大しているのは、彼が単なるアイドル以上の存在である証拠です。彼の活躍は、単なるエンターテインメントにとどまらず、社会的な影響力を持つことを示しています。彼の成功は、多くの若者に夢と希望を与え、彼らが自分の夢を追求する勇気を与えています。彼の成功は、単なる個人のものではなく、彼を取り巻くコミュニティ全体にポジティブな影響を与えています。 彼の存在は、若者たちにとってのロールモデルであり、彼らが自分の夢を追い求める勇気を与えています。彼の活躍は、単なるエンターテインメントにとどまらず、社会的な変化をもたらす力を持っています。最後に、彼の活躍を妬むアンチ活動は、彼の才能を阻むだけのものだという指摘がある。彼の自由な活動を妨げるのは、やめてほしいという声もある。